あ、どうも、こんにちは、どうも。どうもどうも、こんにちは、どうも。あれ？あ、設定が、よし。いやー、あれ、ここやって。ありがとうございます。あ、どうも、今はですね、なんか雨はやみましたね、先ほど。あそこジャンスが降ってたんですけど、なんかさっきあの雨がやみまして、あ、どうもどうも。雨がちょっと降ったり止んだり、その時ジャンスかかってたんですけど、今やりましたね。金曜日の夕方、雷が鳴って、いかにも夏が来たという感じがいたします。関西電力にお勤めの皆様、お仕事ご苦労様、今日はどのようなお仕事でしたでしょうか。原発止めてという全国の声が、関西電力のお仕事をされている皆様に届いたでしょうか。原発をやめてください。子どもたちの未来のためにも、今生きている人たちのためにも、原発をやめてくださいという全国の声はまだ届いていないでしょうか。今日も雨が降っても、風が吹いても、どのような戦争でも、原発をやめてくださいという私たちの声を届けにまいりました。今、福島がどのような状況になっているか、ほとんど私たちの暮らしと切り離されて、実際には悲惨な状況が見えません。復興という声だけは聞こえますが、何一つ改善されていません。インターネットを開けば、甲状腺がんで苦しんでいる子どもたちが89人とも100人とも100人とも、お母さんたちの不安だけでなく、がんという大変逃げようのない病状に陥られ、陥らせ
状腺がんに苦しめられている子どもたちがもう89人も100人も増えているというこの現実を関西電力の皆様はご存知でしょうか。それは人ごとなんでしょうか。がんになろうと白血病になろうと被曝労働があろうと除染がどのように停滞していようとまたたくさんの人が日々の暮らしの中で希望のない毎日を送っていることを皆さんはどのように感じておられますか。関西電力の皆様にとっては福島のことや被爆やそして大震災で苦しんでいる人たちのことは全くのお人事なんでしょうか。簡単です。原発をやめてください。今原発が動かなくても電気は足りています。何一つ日本の経済に困っていません。原発がなくても電気は十分足りているということはもう皆さんもお分かりだと思います。汚染された核のゴミが捨て場もなく日本中にどのようにしてこれからしまわれるんでしょうか。隠されるんでしょうか。核のゴミを安全なところに隠す方法がありますか。中間貯蔵施設を福島のどこに作ろうと最終施設をどこに作ろうと皆さんには痛くも痒くもないことでしょうか。今田園には稲が植わりました。福島の子どもたちの給食に福島で作った米を食べさせようという動きがあります。福島の汚染された田んぼで作られた米を子どもたちが食べる、どのような健康被害がこれから起きるのでしょうか。生鮮量ではありません。でも目で見ることもできません。触ることもできないこの汚染の中で子どもたちは放射能にまみれた大地の中から育った米を食べさせられる、こんな残虐な行為があるでしょうか。復興予算を何に使うか、軍用機を買ったりとんでもないところの道路に使われたりして子どもたちのためにも被災されたり被爆された人たちのためにも使われていません。子どもたちの健康だけでもいいですから復興予算を使ってほしいと私は思っています。関西電力も決して一言ではないはずです。関西電力の皆様は東京電力のあの事故は一言なんでしょうか。大井の原発を再稼働させてはならない、高浜の原発も再稼働させてはならないという大変身近に迫ったそのことがありながら何事もないように今日もお仕事ができました。滋賀県の加田知事は若狭の原発が事故があったときどのようにして避難するかという計画は立てられたそうですが実際に避難できるなんてことはないというふうにも聞いております。避難するよりも原発事故を起こさないためにも原発をまず動かさないことです。原発を動かさなければ廃炉の工事、廃炉の仕事を考えていけばまず避難ということはないと思いますがそれは分かりません。被爆労働を避けることはできません。でも原発を動かさなければまずは過酷な事故が起きないだろうという希望は持っております。関西電力の皆様、私たちの声が聞こえたら原発をやめるということぐらい一辺でも二辺でも話題に上りませんか。電気が足りないから原発を動かすということはもう通りません。原子力発電が安全であるということももうどんな言い訳があっても通りません。それを蓋をして何もなかったかのようにまた再稼働を目論んでいる、そんな
犯罪的な企業が関西を、そして日本を支えていると思うと、私たちはこの犯罪行為を黙って見過ごすわけにはいきません。経済が発展しなければ幸福はないというのも、その考え方自体もおかしいと思っております。原発があるから、ありがとうございます。原発があるから平和であるとか、原発があるから私たちの暮らしに安心がある、そのようなもう嘘を、いい加減嘘として認めてください。子どもたちが一人死のうと二人死のうと百人死のうと、関西電力にとっては何ともないことかも分かりませんが、甲状腺がんになった子どもたちがこれからどのような苦悩、どのような手当、そしてどのような未来が待っているかと思うだけでも大変胸が苦しいです。何も甲状腺がんだけではありません。たくさんの病気が私たちの市民の暮らしの上に降りかかってきます。子どもたちの毎日の中に被爆が忍び寄ってきております。被爆は嫌だ、原発は嫌だ、もうこれ以上の苦しみは嫌だと言っても、この大きな関西電力の中で働く皆様には届きませんか。どんな数値をここで並べても、それは一瞬の煙のように消えるのかも分かりませんが、原発はいらない、原発はいらない、その声だけでも聞いてください。先日九州の本店前、九州電力の本店前にも原発いらない抗議テントが張られているのを見ました。毎日毎日そこでは抗議テントの中でたくさんの人が抗議をされていました。九州の原発は一つもいらないんだ、原発がなくても私たちは豊かな生活を切り開くことができるんだっていう、その粘り強い戦いを見てまいりました。そして東京では仙台の原発は絶対動かせてはならない、あの火山地帯の中で絶えず噴火しているあの桜島のど真ん中に仙台原発があること自体信じられません。そのことももう私たちは黙って見過ごすことはありません。伊方の原発もいらない、仙台原発もいらない、関西においては大井の原発も高浜の原発も動かしてはならないという動きがじわじわと広がっております。島根県の原発も動かしてはならないという動きもできております。日本列島をぐるりと取り囲むように原発が今休止していても、検査で止まっていても、原発があるこの事実を私たちはもう忘れることも見逃すこともありません。原発を動かさないためにどれだけ多くの市民活動が繰り広げられるか、粘り強い動きしか私たちにはできません。簡単です、原発はいらないという声を広げるだけです。原発で儲ける大きな企業があったとしても、それは幸福にはつながりません。ご苦労様です。原発はいらないという声を皆様と一緒に広げていくのが今私たちに課せられた大人の責任です。どんな風にして大人が責任を果たすか、原発のことがなかったかのように見向きもしない、無関心のままでおること自体がこれが犯罪です。大人の責任を少しでも果たしましょう。原発が安全でないということ、原発が危険であるということ、簡単にたったこれだけのことぐらいは皆様心に刻んでください。皆様にご家庭があるように、それぞれの私たちの暮らしを破壊しないためにも、どうか原発を止めてください。お願いします。原発を動かして
儲けたお金で何ができますか。さらに原発を外国に売りに行きますか。儲けたお金でさらに何をしますか。世界の戦場でどんな核兵器を打ち込みますか。核兵器を打ち込まれて、その辺りの環境も全てのものが破壊し尽くされて、これから何が生まれるんでしょうか。戦争したら儲かるのは軍需産業だけです。アメリカの戦争中毒のような国の御用聞きになって、日本の大企業が核兵器を作るために原発を動かす漫画のような構図がもう見えてきました。この小さなアジアの端っこの日本列島が核兵器の製造工場であって、やがて核のゴミの捨て場になって、地の灰の処理場になって、どんな未来が来ますか。関西電力は今最もその大きな役割を果たそうとされています。地の灰のゴミ捨て場が日本列島で、核のゴミ捨て場が日本列島で、それが核の平和利用ということになるのでしょうか。原子力発電所を動かすということは平和利用ではありません。核のゴミ捨て場をさらに日本列島全体に広げるだけです。周りを海に囲まれた私たちのこの地域は、海も汚れ、大地も汚れ、もちろん空気も汚れ、ここに住んでいる1億数千万人の人はもう治すことのできない体になって、やがて朽ち果てていくことになると思います。いずれそうなるにしても、一日でも早く原発をやめてください。70年ほど前、日本は大東亜共栄圏とかいうことで戦争を仕掛けておりました。正義の戦争ではありません。侵略戦争です。でもその侵略戦争であるとか戦争をやめろというふうなことを言った人は、ほとんどの人が治安維持法のもとに捕まって刑務所に入れられて亡き者にされました。あの時戦争を止めておれば、軍部の横暴を止めておることができるならば、今のような日本ではなかったかもわかりません。決していいことばっかりではありませんが、日本は民主主義国家として生まれ変わったかのような幻想だけ持たされました。決して日本は民主主義国家でありません。その証拠に、現にこの関西電力がどんなに核兵器が大切かわかりませんが、まだ原発を動かして核の原料になるプルトニウムを製造しようとしているところを見ただけでもわかります。日本は戦争の前も戦争の後も何ら変わっていません。金持ちが力を持ち、権力者が庶民の口を封じてきた、この体制は変わっていません。変わっているとしたら、天皇制国家でなくって安保体制の体制になった今というぐらいでしょう。天皇は上手に象徴として利用されました。難しいことはたくさんあります。わからないことはいっぱいありますが、原発をやめてください。たったそれだけのことです。核兵器はいりません。戦争をしない日本をどうにかして私たち庶民の力で作っていきたいと思います。核兵器がどれだけ人類に悪を及ぼすか、もう語ることもないぐらい証明されております。核兵器で命が縮められ、命が奪われ、次の遺伝子も壊されて、どんな未来があるのでしょう。生きているものは必ず死にますが、次に生まれてくるものまでも壊されてしまうような、そんな核兵器やら、そんな核の拡散はやめてもらいたいと思っております。原発が安全でないこと、放射能が危険であるということをもう庶民も知り始めました。ただ悲しいかな、
このことを言葉に表し行動に表すことがまだ十分できておりません。警察の目があり権力の目があり私たちが体制に批判することがテロリストであるかのような宣伝をされる限り非常に怖がっている人がいます。縮こまっている人がいてます。でもそれに屈することなく諦めないで原発はいらないと言い続けている人がいることも関西電力の人はもうお分かりだと思います。私たちの限られた命をさらに縮めることはこれからどれだけ加速していくのでしょうか。金儲けが一番だという間違った歪んだ思想のもとに日本をそしてアジアを世界を汚していき壊していったら何も残りません。醜い日本が残るだけです。やがて沈没する日本が残るだけだと私は思います。今の安倍政権は暴政です。体制民主主義なんてとんでもないです。またちょっと全く民主主義に縁のない安倍政権です。岡山県は雨やお坊ちゃまと思っていましたがお坊ちゃまどころか子供よりもひどい状況です。人の話は聞きません。原発はいらない戦争をしないその単純なことすらも耳に入らない安倍政権のもと私たちは黙るわけにいきません。雨が降って雷が鳴って大地が揺るごんともここに皆様がある限り原発はいらないと声を上げ続けていきたいと思っております。こんなところに雨降らないですか。今日も人数は少ないですが声は消えていないということぐらいは分かってくださいね。どうも、皆さんこんにちは。どうも、ですね、今日ちょっと僕自体が傘を持ってくるの忘れちゃったんで今ちょっとこちらにあるですねこのパラソルの下にいまして今こちらに、おらさせてもらってるんです。ちょっと雨の御堂筋ならぬまあ御堂筋も近いですけど雨の御堂筋がちょっと離れたところにあの雨の関西電力本店前ということで、ですね本日は秘密保護法廃止ロックアクションというのは、中之島検察公園で行われます、ね、今日は、関西電力の皆さん原発反対を叫んで既に3年数ヶ月経ちました。また40数年前から各地で原発の立地、原発建設に反対した多くの人たちがいます。それほど長く原発反対、原発はいらないという人たちの声が全国津々浦々にあったにもかかわらず安全だ安全だと言って最後はいわゆる交付金とかお金で原発を作ってしまって3月の11日のあの事故がそうした40年の偽りの原発の真実の姿をはっきりとあなた方関西電力にも見せてくれたんではないかと思っています。安定した職場、そして安定した給料、温かい家庭、そして子供を育てていく、そうしたことが当たり前のような日常と思ってらっしゃるかもしれませんけれども、福島の現状を見てください。そうした穏やかな今日が明日の穏やかさに全くつながっていない、それが原発の現実ではないでしょうか。お水で原発を推し進めて原発への依存を高めて
結果的に原発が関西電力の命綱になってしまっているような現状ではありませんか。原発に頼る必要はなかったわけです。原発はどのように頑張っても福島の状態を見ていてはっきりと一つの答えを出しています。いわゆるコントロールができないわけです。事故を起こしてもコントロールができません。そればかりではなくて数千年、数万年多くの後継の人々に大きな被害をもたらす、莫大な量の被害をもたらしていく、とんでもない代物だったということがはっきりしているのではありませんか。真実をしっかりと受け止めるべきです。そして事実をしっかりと自分たちで検証するべきです。東京電力のあの事故は未だに何にも解決していません。それはもう十分に電力会社の皆さんであればご存知のことかと思います。何も解決していない。そして解決の目処も計画もきちんと立てることができない。ただただ1号機、2号機、3号機を水冷やしているだけ。そして秘密保護法の電話放射能物質は毎日毎秒どん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 と放出され続けて、最終的には漂流した原子炉内の原子力発電用の燃料棒さえどこに行ったかわからないというふうな状態ではありませんか。大井や高浜で同じ事故が起きないと保証はどこにもありません。では逆です。再稼働してしまえばそうした事故は必ず起きるんだというふうに一つの歴史が明らかにしてくれているではありませんか。みんなデモの方しっかり真実を事実を捉えてみましょう。 3.11 から今日に至るまで東京電力は一体いくらのお金を福島に投入したのでしょうか。そして今後いくらお金を投入しなければいけないんでしょうか。儲けなんか遠の昔に吹っ飛んでいます。資本金さえ食い潰してもなお足りないぐらいの莫大な費用がかかります。費用対効果という言葉がよく使われますけれども、費用対効果において原発はとんでもなく採算の悪い産業であるという一つの証ではないかと考えています。同時に原発は一重に金儲けのため電気料金、そしてさまざまな増加金化方式と言われている金儲けのための手段であったということもまた明らかになっています。お金を儲ける、そして株主に配当する、あるいは自分たちで貯め込んでいく、そうしたことのために人類を危機に陥れるようなそうした原発はやはりどちらから考えても必要ではないでしょうか。視聴者何人ぐらい、もう原発に頼って生きていく時代が終わっています。原発が唯一の安い電気料金を作るそうしたものだという考えも終わっています。原発が人類の英知を結集した最大の残業であるという考えも終わっています。全てが終わっているではありませんか。原発に頼らないそうした地球に優しい、人類に優しい、人に優しい、そうした考え方こそが今後の多くの若い人たちに残していく私たちの社会の姿ではないかと思います。関西電力の皆さん、確かに働いて飯の種かもしれません。だからこそ原発に頼らないで安定した、そして多くの人たちの公共サービスに徹するきちんとした会社に自分たちの手で作り直していくような考えをぜひとも持っていただきたいというふうに考えています。私たちは
ここで働いている皆さんと決して敵対的な関係を作ろうと思ってここに毎週金曜日来ているわけではありません。あなた方を憎んでいるわけでもありません。あなた方と戦うことを目標にしているわけでもありません。皆さんこそが原発に関わっている電力会社の皆さんこそが声を上げていく、そういう時期が来ているのではないでしょうか。少しは疑問に思っていただきたいと思います。自分の飯の種が他人の犠牲の上に成り立って、そして飯が食えてるんだ、誰かの命の上に自分たちが飯を食ってるんだということを考えれば、飯もそううまくは食えないものではないでしょうか。そのように考えて、ぜひとも皆さんこそが私たちと共に、皆さんこそがこの建物から出てきて、そして私たちと議論をしていただきたいと思います。賛成ならば賛成とはっきりと意見を表明して、そして私たちは反対ということを意見の表明としてさせていただいて、きちんと議論をしてみたいものです。一人ぐらいはそういう人が出てきて、私たちの私たちの言ってることが間違っていると堂々と自分の意見を、そしてきちんと具体的な裏付けを持った自分の論理を、自分の考えを私たちにぶつけてほしいというふうに、この3年ずっと考えています。原発がなくてはならないんだという証しを私たちに示していただきたい。原発こそが人々の幸せなんだという考えがあるのであれば、きちんと私たちに分かりやすくそのように説明していただければと思います。私たちはその全く逆をきちんと裏付けを持って、決して主観的な考えや独りよがりの考えではない考えで皆様方にご提案して、そして今後の原発の在り方をお互い立場を超えて話し合えるような、そうした環境を作っていこうではありませんか。関西電力というふうに一括りに私たちは言っていますけれども、電力会社の基本的な方針を決めているのは社員の皆さんではなくて、もちろん経営陣だけでもなくて、こちら関西電力の株主の顔を見ながら、株主配当ということが会社の価値と言われて既に数十年経っています。株主に利益を配当しなければならないという社会的な使命というものを皆さんが負わされていることは重々知っております。しかしそのことが社会的な不利益につながっているとしたら、やはり今一度立ち止まって考えてみるべきではないでしょうか。だらだらと大井の原発を再稼働するために安全を含む方向性を作って、しかし見通しは全く立っていないではありませんか。今年の夏もまた去年一昨年と同じように電力不足電力不足という出馬宣伝をしても、もう誰もそうしたことを信じる人はいないというふうに思います。電力が不足していると言いながら、高校と夜も明かりがついているじゃありませんか。大井の原発、高浜の原発、今これからも再稼働といって原子力規制庁に、あるいは原子力規制委員会に再稼働の申請をしていることも知っています。一体そのために欧米が金を使って、そして一体誰がこうした建物の中で働いているのか考えているようではありませんか。皆様方はきっと安全な、いわゆる放射線管理地域の免震棟や、あるいはさまざまな工業された各所で働いているかもしれません。しかしいわゆる協力会社というふうに言われている500もの会社があなた方のもとにはあるではありませんか。あなた方はそうした会社の命運も握っているわけです。あなた方が一つ間違えれば500社、5000人以上の労働者が路頭に回れるわけです。まさと辞めてしまおうではありませんか。
仕組みが間違っていたんです。原発に頼ることが間違っていたんです。そうしたことからを考える絶好の機会が今来ているのではないかと思っています。私たちはここに立ち続けます。そして関西電力の社員の皆様に訴え続けます。原発を捉え返していく。そして今直近にある再稼働についてはっきりときちんとした意見を我々にも提案していただきたいというふうに考えています。上司の言いなりになる必要はありません。かつての日本軍の BC 戦犯がそうであったように、自分は命令に従っただけだと言って人を殺してしまう。その後人道の罪等で多くの下級日本兵士が戦犯として裁かれているではありませんか。上司の命令、上官の命令に逆らえなかったと、仮にそうした言い訳が同じように原発の中で通用するとしたら、上司の命令に従って再稼働のスイッチを押しましたと、それこそが大きな意味で人道への罪、人類への罪となってしまうことを疑問に銘じておいていただきたいというふうに考えます。原発はいらないという世論の高まりと、皆さんは肩を狭くして生きていく、あるいは多くの社員の子供さんたちがお父さんの会社の名前を呆然と自慢げに語ることができないような、そうした環境はそろそろ子供たちにとってもやめた方がいいのではないかと考えています。自分の父親があるいは自分のお母さんがこの関西電力で働いているということを胸を張って言える、そうした子どもたちに皆さんの子どもさんたちがなってもらいたいと思います。そのためには日本で初めて自分たちの手で大井高校をやめますと、再稼働はしません、原発は廃炉にしますと、そしてこれこそが全関西の関西電力の電力を使っている多くの人々の未来のためになるんだと、子供さんたちに教えてあげたらいかがでしょうか。どうも、こんにちは、どうも。そうすれば、きっと子供さんたちも、この前どうもありがとうございました。自分の父や母が、この関西電力で働いているということを、胸を張って友達に言うことができるでしょう。今のように小さくなってしまうようなことはありません。そのためには、電力会社の関西電力の社員の皆様こそが、皆さんこそが声を上げる時期がそろそろ来ているというふうに思います。自分たちの兄弟、子供たちに関西電力こそが原発をやめた、原発を廃炉にした日本で最初の原子力産業の電力会社だったという歴史をきちんと刻んでいただきたいと思います。再稼働はやはりどうしても認めることはできません。皆さんももううつうつ知っているのではないかと思います。再稼働しなくても福島県原発工場線検査集会という再稼働のために使う金があったら給料を上げるぐらいの声を上げていただければと思っています。自分たちの未来と私たちの未来、社員の未来と多くの関西に住む人々の未来をきちんとイコールで結んでいこうではありませんか。対立ではなくイコールで一緒になって原発をやめていくような、そうした運動を皆さんは皆さんの立場で、私たちは私たちの立場で作っていけたなと思っています。ぜひとも関西電力の社員の皆さん、原発は今後必要なのかどうか私たちと討論してみませんか。議論してみましょう。決して大声を出したり、何かきちんとした裏付けのない論理を振り回すつもりはありません。皆様も皆さんの意見を私たちに投げかけてみたらいかがでしょうか。そうしたことが起きるその日まで、私たちはこの場で脱原発再稼働の阻止を叫び続けます。皆さんこそが声を上げる時期です。ぜひ関西電力のこの高い建物にいる皆さん、私たちと議論をしてください。私たちにあなた方の意見を聞かせてください。ぜひともそのようにお願いしておきたいと思います。
未来と、そしてこの皆様の未来をかけて、もう原発はいらない、関西電力の人に優しい、地球に優しい、新しい発電を考えてくださる時が来たのではないかなと思います。私たちに少しでも希望があるならば、関西電力は一番に原発をやめた立派な企業であるということが、もしも可能ならば、それぐらい嬉しいことはないんですが、絵に描いた餅にならないことを切に願っております。関西電力の皆さん、こんにちは。久しぶりに来ました西村と言います。関西電力の皆さん、あるいは派遣でこの関西電力の本社で働いている皆さん、あるいは関連企業の皆さんに一つ基本的な知識を授けたいと思います。なぜ私がこの場で改めてそれを申し上げるかといえば、関西で私と一緒に放射能汚染の問題で動いてくれている仲間たちが意外と知らない人がいたので、ちょっと失望しています。はっきり言って、関西電力の皆さんはさらに知らない人が多いかもしれないと思って、ここでお教えします。1948年昭和23年、福井大地震が起こりました。震源地は福井県内です。この地震で阪神大震災や関東大震災や東日本大震災をも上回る人口の 1% もの人が亡くなられました。あの若狭湾付近は大地震は起こらない、大地震が起こるのは太平洋沿岸の方という認識をメディアによって皆さんは刷り込まれています。しかし、江戸時代以降、若狭湾には10メートル級の津波が大地震で起こりました。結局、福井の原発銀座で大事故が起きなかったのは、たまたま運が良かっただけに過ぎません。ちょっと運が悪かったら、とっくにこの関西は破滅していたんです。関西電力の皆さんが職場のパソコンを使用で使っても罰せられないなら、今すぐ調べてください。もしパソコンを一切使用で使うのを禁じられているなら、スマートフォンをお持ちの社員の方に検索してもらってください。別に一部屋に一つスマートフォンがあればみんなで見れます。これは別に嘘でも大げさでも何でもありませんよ。マグニチュード 7.1 の地震が福井県内で起こってるんです。さらに福井にある原発は加圧水式の原発が多いんです。これは福島第一原発の老朽化した原発よりも地震の衝撃に弱いんです。しかも福井には福島第一原発の1号機にも匹敵するような老朽化した原発があります。これをさらに継続して稼働させるのも危険なのに、それで今度大地震が起こったらどうなるか分かりますか？あなたたちは日本歴史上最悪の悪人と世界中で呼ばれるのは間違いないですよ。チェルノブイリの大事故は、あれは試験中の事故という説が有力です。こう言ってはなんですけど、チェルノブイリの原発の関係者は関西電力の皆さんよりはまだマシだったんじゃないですか。繰り返します。1948年昭和23年福井県でマグニチュード 7.1 の地震が福井を震源地にして起きました。
とまあじゃあついでに原発に関係ない話、直接的には関係ない話もします。もう大阪府民の中にも尿からセシウムやウランが検出されている人がいます。もうあなたたちも尿検査とか受けたらセシウム134137検出されるかもしれませんよ。それは食品もあるし、昨年2月から9月にかけて放射性廃棄物を1万数千トンも燃やすということをここの近くのこの原区でやってたからです。あなたたちはもしかしたら10年後20年後それでひどい健康被害を負うかもしれないんですよ。もう原発をやめる以外の選択肢はないんです。今現在さえいい収入を得てればいいんでしょうか。あるいは派遣社員の皆さんとかもとりあえず今ここで働いて収入を得さえすればそれでいいんでしょうか。結局放射能汚染についてあまりにも無知な皆さんがこんな事態を招き起こしたんですよ。原発はやめなきゃいけないんです。結局あなたたちの家族も結局京阪神のどっかあるいは奈良とかに住んでるんじゃないですか。もう福井の原発が大事故を起こしたら大阪はダメだけど奈良だったら大丈夫とかそういう話じゃないんですよ。繰り返します。1948年昭和23年福井を震源地とした福井大地震が起きました。マグニチュード 7.1 です。日本海側は大地震が起こらないなんてのは嘘です。あんな原子力マフィアに取り込まれた地震学者の言うことを信じてはいけません。今すぐやめなきゃいけないんです。関西電力は全国の電力会社の中で 3.11 以降唯一再稼働をさせました。大井原発をもし今の冷温停止状態じゃなくて稼働中に大地震が起こってたらあなたたちは日本歴史上始まって以来の大悪人です。たとえ日本人がみんな死んでも海外の人たちは人類が生き延びる限りそう言い伝えることは間違いないです。仮に全世界の人間が死に絶えたとしても私はキリスト教徒なので言いますけどイエス・キリストは絶対にお許しになりません。あなたたちは最後の審判を受けるときに永遠に地獄にいろと宣告されるんです。もう一回言いますよ。1948年昭和23年福井を震源地としたマグニチュード 7.1 の地震が起こりました。この事実をよく考えてください。反論があれば別に私は受けますんでいつでもどうぞ。皆さんどうもこんにちは、今日はなかなかの、雨模様な感じなんですが雨も降って時間たまるということなんで再稼働反対ということなんですね、というわけでですね、本日なんか雨の中皆さ なんか結構皆さんお集まりくださっておるような今日このごろまして、なかなか本日はなんか中之島の方で、ですね、秘密保護配信ロックアクションも行われるということで、なんですかね、なかなかのあいにくのお天気なんですが、なんか止むかなと思ってまた雨が降ってくる感じなんですけど、で今ちょっとこのパーソンの中に隠れてるんですよね。そういうわけでして、皆様、何の話をしようとしたの、
なんか話すことがあったのが忘れてしまったんですね。忘れるんですよね。こう話マイクもずっとなんか喋ること忘れてしまうんですよね。そういう感じでして、本日は、どうも、ありがとうございました。どうしていたしまして。また後ほどなんか応援しましょう。雨が降ってきました。ロックアクションもある日ですが、せっかく日本にお集まりの皆様、どうかお一人お一人メッセージをお願いいたします。ですね、今朝の新聞に、大きくですね、関西電力は風車化っていうのをね進めるって言ってました。で、これはね、それを見て気づいたんですね。風車化っていうのはね、日本がね、日本の製造業がね、風車化によってね、経営改革とかそういうのを進めてるんですね。海外とかね、とりわけ韓国とかね、中国とかね、そういうところで倒産に負けたんですよ。僕は関西のね、風車化っていうのは、それはもう何十年やってきてできてるんですね。かつね、まずね、庭なんていう会社をですね、4時間後に分けて、ほとんど3000人とか5000人とかね、巻きるらしいんですけどもね、その中のメインはやっぱりですね、電子力部門なんですよね。だから関西電力っていうのはね、なんかもっと古いというかね、全然分かってないというか、なんかおかしい、あれなんですね。もうちょっとね、やっぱりやりたい方ではあったらもう、賞味期限切れですから、ね、早くやめてください。関西電力もかわいそうですが、タイプの方もね、もうね、そんな幻想もでね、経営改革とか言わせてください。それと、これはですね、もう一つね、あったのがね、何やったかな、言ってましたね、その関係でですね、言いますとね、やっぱり、本当にね、関西電力が大きいってことにかまけてですね、ほとんどやってないじゃんと思うんで、経営努力っていうのはね。で、この前、BS だと思うんですよね、海外のテレビで、アメリカでもですね、ドイツでもね、フランスでもね、海外ではですね、老朽化した原発をですね、着実にね、廃炉っていうのが進めてるらしいです。だから老朽化っていうのはもう30年か40年経ったところですね。おそらく関西さんいっぱいね、そういう原発持ってると思うんだけどね、これそういうの全然違うですよね。アメリカでもね、海道をね、進めてるんですよ。ヨーロッパも一緒そうです。それに対しては、関西さんって全然やろうとしてない。まだね、それに老朽化したね、いつでも壊してもいいだけど、現場で被害者についてですね、自分たちの利益を図ろうとしてるわけですよね。これもね、本当古いね、体質というか、関西のどうしようもないね、悪いね、体質なんですね。だから本当、さっきも言いましたけどね、やっぱり遺産はね、もうやめるって感じですわ。そうしないとね、日本関連さんがね、日本の、ね、企業をね、経営者だと言われたいんでしょうけどもね、実際問題はね、あまりにも古くてね、どうしようもないって言ってあります。だからもうちょっとね、まともなね、経営企画というか、やっぱり情報機関でですね、ちゃんとした経営してください。そうしないとね、関連で社員の人たちはかわいそうです。もちろん私たちはかわいそうですから、消費者の人はかわいそうなんですよね。ぜひね、じゃあ一旦もう、できないんだったらすぐやめていただいてね、社員さんをね、大事にしてください。以上です。ありがとうございました。関西電力の皆様、お仕事お疲れ様。お疲れついでに、ゆっくりと聞いてくださいね。はい、すいません、次回も喋ります。関西電力の今日は社員の皆さんに訴えようと思ってます。いや、聞いて少し考えてもらいたいと思います。皆さんがもらっている給料のおそらく数十パーセントは誰かの働いたお金をかすめ取っているピンハメしたお金だということをまずちょっとだけでも考えてみようではありませんか。関西電力の協力会社というその名のもとに、先ほども言いましたように500社もの下請けの会社があるというふうに、あなた方の会社の企業情報というインターネット上の
公開サイトに書いてあります。そうした協力会社という人たちはこのビルの中にはほとんどいません。現場で働いている人たち、その人たちの人生もその人たちのことも考えて見るきっかけが今ちょうど来ているんじゃないかと思います。自爆労働もしくは労働者自爆というふうに言っても構わないと思います。一体誰があなた方の給料の源である原発の定期点検作業を行っているのか十分ご存知だと思います。誰がトラブルを起こしたときにそのメンテナンスの作業をやっているか十分知っている、そのように考えています。十分知っていてあたかも自分たちがエリートで、そして現場で働いている人たちが仮想の野党の労働者だと、そうした視点でこの見てはなりません。みんな一個の人生です。みんな一人の人生です。そこには人生の価値に何の変わりもないはずです。当然命の価値も変わりがないというふうに、それは私たちもあなた方も同じように考えているのではないでしょうか。じゃあどうしてあの原子炉容器内やいわゆるタービンやさまざまな配管の工事を下請けにやらせるんですか。あなた方は給料をもらうのであれば自分たちでやりに行った方がよっぽど、先ほどの仲間が言っていましたように経営努力としては採算性が上がるのではないでしょうか。一番危険な場所に人を送り込んで、そしてのうのうと給料をもらうのはいかがなもんかと思ってしまいます。自爆労働というふうに言われている人たちの統計は1999年にいわゆる公的な最後の数字が出ています。放射線管理手帳を持っていた当時の27万のうち20万人が住所も所在もわからないという公表をしたのは他ならぬ当時の電気産業の連合、いわゆる電気連をはじめとした電力会社の連合体ではなかったんですか。27万放射線管理手帳を発行して追跡調査しようとしたら20万人の住所がわからなかった。そして残りの7万人については生死さえもわからなかったというふうに公表して、誰も見ないと思ったのか、あるいはその数字があまりにも大きかったのか、その後一切そうした数字は公表されていません。もしこの2014年の段階で放射線管理手帳を持っている被爆の労働者の健康をチェックしてみる、そういうことが可能であったとしたならば、一体何百人が何千人が自分の発病の原因も定かでないまま亡くなっていたかはっきりするでしょう。一番見なければいけないところを見ないで、そして労働者の被爆を放置して使い捨てにしてピンハネしてボロ雑巾のように原発のために捨てられていくなどと、そうした事態が絶対に許されるような状態ではないと私たちは思っています。皆さんもまたそうした被爆を余儀なくされた労働者のその犠牲の上に自分たちの生活があるんだということをしっかりと考
考えてみていただきたいと思います。他人の犠牲の上に他人の命を踏みつけて自分たちが今この建物の中で働いているんだということもきちんとした事実ではないでしょうか。事実と真実と向き合っていただきたいと思います。労働者被曝は悲惨です。先ほど言いましたように一体何百人何千人もしかして何万人亡くなっているか分かりません。定期点検のマニュアルはあなた方が作るんでしょうけれどもどこに下請けを出すかもほとんどみんな分かっています。そうしたところで働いている人たちも自分もまた食べていかなければいけないから働いているわけです。であるならば安心して働けるような仕組みを電力会社が作ってきちんとした放射線の管理を一元的に行う仕組みを作っていく、そういうことが必要ではないでしょうか。原子力規制委員会に再稼働の申請書を出してますけれどもその中に労働者の安全衛生に関する項目などただの1ページも入っていないではありませんか。建物だけ作って防潮堤だけ作って何千億もの金を使ってこうした金の一部でも労働者の安全と衛生命を守るために使うんだというこうした申請書を書いてほしいもんです。もちろんどのような申請書が出ようと私たちはこのことを許容することはできません。しかし日本において何一つ触れられていないということはあまりにもむごいやり方ではないかと思います。なんぼでも使い道ができる。なんぼでも何人でも使い殺しができる使い捨てができるということを前提にしたそうした原発の仕組み自体が大きな間違いの根源ではないかと思っています。テーブルの上に載せるとか2012年の新聞皆さんお読みになっていると思いますよ。大井で偽装請負をしたのは皆さんご存知の九州工藤会。先週からもう10人も1週間で逮捕されるような極悪ないわゆる武闘派の暴力団員ではありませんか。涼しい顔をして実は暴力団に人の手配を任せて偽装請負でそして自分たちは関係がないと関西電力の皆さんは関西電力が発表した偽装請負について経営陣が何とコメントしたかちょっとでも見る機会があったら見ていただきたいと思います。元請けの責任だとしか言ってないではありませんか。元請けに依頼したのは関西電力そのものではありませんか。そうだとしたら関西電力が発注元ということになります。発注元が元請けに仕事を出したから元請けが責任を持つべきだというそうした言い逃れがまかり通るようなことがあってはならないと私たちは考えています。関西電力こそ発注元こそ労働者の被曝の問題をしっかりと真正面に受け止めていただきたいと思っています。高々とした防潮堤を作ってそして原発が再稼働できないそういう状態が続けばやがてバベルの塔のようなものになってしまうではありませんか。金の使い方を考えてください。今まで働いてきた被曝労働を余儀なくされた労働者の皆さんの現在を過去に遡ってしっかりと調査してそうした人たちの命と健康を守るようなそうした一大プロジェクトをぜひとも関西電力の皆さんが行っていく必要があるのではないかと思います。もう私たちもこれ以上仲間の犠牲の上に原発が継続していくことを黙認することも看過することもできません。これ以上仲間が死んでいくのを
見過ごすことはできません。これ以上多くの若い人たちが被爆するのを見過ごすこともできません。そしてこれ以上未来に禍根を残すようなことを見逃すこともできません。関西電力の皆さん、今申し上げましたように、一体大津高浜で関西電力の関連だけでこの40年で延べ何百万人が働いていたかは簡単に数字を拾えば分かると思います。耐火層の下請けの仲間たちがどのような状態で仕事をさせられていたのかもちょっと調べればすぐ分かるはずです。それがどのような危険なものかは一番知っているのは関西電力の本社の社員の皆さんではないかと思います。知っているから自分たちでやらないで他人にやらせていく、しかも最終的には指導受け負いという形で暴力団の資金源になるような仕事まで関西電力という一流企業が堂々と出しているではありませんか。関西電力がそうした人々の屍の上に自分たちが成り立ってきたんだということをしっかりと考えていていただきたいと思います。人の犠牲の上にしか成り立たない、労働者の屍の上にしか成り立たない原発などどう考えても理不尽であり、どう考えても継続することが罪だとそのように考えています。ぜひとも考えていただきたいと思います。ありがとうございました。今は働いている労働者のことについてお話がありました。これからとても未来のある子どもたちについてのお話があります。関西電力の皆様、本気になって聞いてください。お願いいたします。松田と今、ちょっとビアを配らせていただいたんですが、今度7月13日に、事業で伝えたい原発事故と被害の深刻な実態、文科省新、放射線プロトンを問う集いというのを、開催したいと思います。この間おいしんぼ問題というのがありました。鼻血が、出る、これが、原発の影響ではないか、事故の影響ではないかと考える、といったこと、その他のことが、風評被害である、福島差別をもたらすものだということで、福島県あるいは、環境省、最後には、安倍首相まで出てきて、全くそれを抑えつけるバッシングが行われています。しかしこの、彼らの論拠はどこにあるかというと、こういうふうな鼻血のようなものが出るのは、血液に例えば血小板が少なくなるとか、これらはシーベルトぐらいの体力格がない限り、起こることではなく、それこのような、低線量の被爆で、起こるわけがない、アンスケアという国連科学委員会なども、一体、健康被害が 出ないと言っている。だから、風評被害である、せっかく福島で頑張ってこうしようとしている人たちを、傷つけるものだ、こういうふうな論理展開になっています。しかしながら、そういう例えば血小板の減少あるいは白血球の減少、血液に多くの被害が出ることと鼻血が出ることが特に関係があるのかというと、そういう、他の、一説で一説というか、放射性物質が、そういうふうな、付着をして、そしてその、近くで、放射線を出すことで、鼻血が出ることも考えられる、いろんなことが考えられるわけですが、現実にそういう問題がある、そして、あるという現実から考える必要がある、実際にそういう鼻血が出る、あるいはそういうふうな、技術があるということが、本当に統計的に一切ないのかどうか、彼らは一切調べることもせず、そういうことは聞いたことがない、訴えがない、これだけで済まそうとしています。しかしながら、チェルノブイリでの、避難者、あるいはリグザートルの子どもたちに、非常に広く健康被害が広がっていることであるとか、広島の入試被爆者、直接には、大量の放射線を浴びてないはずの、入試被爆者にそういうふうな原爆症が出ていることとか、その他、
いろんなそういう、現実にある健康被害をに目を凝らし、それがどういう意味を持つのかということを本当に探求しようと思えば、いろいろなこれが、絶対風評被害で明らかに間違いであることは絶対に言えないのは明らかだと思います。そういうことで、しかしながら彼らは健康被害を隠すために、こういうバッシングをやっているんだというふうに思います。この、全国的に今一番焦点になっていることは子どもたちの教育にとっても絶対中心的な課題になっています。2011年の10月に、文科省は日本原子力文化振興財団という原子力村に委託をして、そこが作成した、プロコンを1400万部全国の小中高、そして地域にもばらまきました。その内容というのは一切福島の事故に触れることなく、放射線は、怖くない、もともとあって、利用価値のあるものであるということを徹底的に宣伝をするだけのものでした。これはいかに言っても、福島事故のことについて一切触れないのはおかしい、誰が考えてもおかしいので、多くの批判がある中で、今度、この3月に改訂版の副読本が、できて全国の小中高の学校に配布されています。で、今配られているところです。その内容というのはその批判を踏まえて福島事故に原発事故についてという一項が入りました。福島原発事故をどう考えるか、ということは一応訴状に上ったわけです。しかしながら、ここで、大きな被害をもたらしたというふうに彼らが書いている、その書かれている内容というのは、まあ、現実に15万人、14万人の人たちが福島を離れ、故郷を離れざるを得なかったこと、未だに戻れていないこと、それ以外としては、皆さんどうも、ちょっとあと、ちょっとまた中断する。その放射線被曝による健康被害、どんなことが予想される、あるいは恐れられているからそういうふうな避難という指示も出たんだとか、その中身については一切触れないまま、政府が今、進めている、食の 100ベクレル毎、キログラムの、食品の、基準であるとか、あるいは20ミリシーベルト以下の、線量のところについては基幹を進める基幹政策であるとか、こういうことについては全て正しいとした上で、これが正しいのだからそれに対して批判をするものは全て風評というふうな構造で、福島原発さん、おいしんぼの構造と同じように一切不安を口にさせない、そういうことを、子どもたちの中に煽るものになっています。私たちは子どもたちが、本当に自分の頭で考え、そういう考えていく学習、それができるように、この副読本を本当に批判をしてい、く必要があると思います。そういうふうに、副読本の問題、子どもたちの教育を考えていくことは私たち自身の課題を考えていくことでもあるということで、今準備をしているところです。講師に迎える、石川先生は彼らの土俵ではなく、本当に私たちが知るべきこと、伝えるべきことを本当に、学校の現場と地域の中でずっと、話し続けてこられた方です。そういう方がの、講演を受け、ここに書かれてない、あるいは歪曲されていることで本当に知るべきことは何か、福島の、事故の現実、被害の実態、こういうことをぜひしっかり頭に入れて、原発自身をほぼ含めて社会の在り方、自分たちの生き方を考えられる学習ができる、子どもたちへの学習保障を考えていきたい、一緒に考えていきたいと思います。ぜひご参加ください。先ほどのお話は7月13日日曜日のことでございます。1ヶ月先ですが、皆様何とか計画してください。子どもたちが原発がどんなものか、おそらく子どもたちは直接に見ることができませんので、映画だとか、それからビデオだとか、そういうもので安全であるという刷り込みがないことを切に願っております。学校の教員が今どこまで自覚してそのことを子どもたちに話せるかどうか大変疑問ですが、お母さんたち、お姉さんたち
橋を自分のものにしていきたいなと思ってます。関西電力さん、原発は安全ではないですね。まだ皆様のお家に原発が安全であるかのような嘘がまかり通っていませんか。まだまだそれは安全だというふうにお話しされてますか。安全でないということ、たったこれだけをもっと家族も含めて話し合っていきたいと思います。まずは女の人が自覚することから、そして働く人たちが安全であるということを追求していきたいと思っております。次どなたでもお願いいたします。ちょっと待って。雨も小降りになってまいりました。お仕事を終わられた方がこの場所にまたいつものように集まってくださっています。原発が安全でないこと、放射能が危険であるということをじりじりと感じてて、何かしなければいけないと思った方たちがここにお集まりです。大変貴重な集まりですので、どうか関西電力の皆様聞いてください。お願いいたします。皆さんこんにちは、こんばんは。この原発の関係でいくと、今週の月曜だったね、後半、今週の月曜の、6月2日の、韓秀さんの、JR 外線弾圧後半、決心でした。で、交渉に行ってきました。でやはり、韓さんの、もうそもそも、JR の成り立ちであるとかで、JR の駅前広場、いわゆるルクア、の東広場ですか、で、凱旋することが、我々に保障されている、憲法で保障されている表現の自由に基づいた行動であると、でそれをないがしろにするような、今現在のでたらめな手法は許せないんだと、というような、いろいろ広範囲にわたる、韓秀さんの、最終意見陳述がありました。さすがになるほどなと。というふうに感心しながら聞き、また感動し、我々がこれからいろいろな場面で戦いを進めていくときに、その最終意見陳述で述べられたことを思い出しながら、力強い戦いを進めていくと、そういうことが、新たな決意というんですか、そういうことができたなというふうに思います。で、それをですね、そのまま表すと言ったらおかしいんですけれども、そのような形で、実はこの水曜日、おとといですか、ヨドバシカメラ前での、毎月、第1水曜日に、行われている、日本軍慰安婦問題関西ネットワークの、水曜デモですけれども、その場に、ヨドバシカメラの、ガードマン、警備員がやってきて、ビラを配布している人に対して、ここは敷地だから出ていけと、敷地外でやっていけ、というようなことを言ってきました。あの JR の、言い方と全く一緒です。でそこにですね、問題は、確かにそこはいろんな人が通るわけで、ヨドバシカメラに入る人もいれば、ヨドバシカメラの前を通って、阪急の側から、ナンフロントの方に向かう普通の通行に歩いてるわけです。要はこういう感じの場なんですけれども、そこでビラを配っていたことに対して警備員が文句を言ってくると。でそれはただあるかと思うんですけれども、そこにですね、あろうことか大阪府警の曽根崎署の署員が 3,4 名、群がってきてですね、写真まで撮ろうとすると、そういう事態がこの水曜日ありました。これもですね、やはり我々があの水曜デモというのはきちんと水曜デモ主催の方で、申請をして、道路使用許可を出して、で、乗船活動をやってるんですけれども、その場にですね、曽根崎署員が、毎回多数、来てます。で、その中の 4,5 名が、取り囲んで、で、写真まで撮ろうとすると、というようなことがありました。で、これもですね、やはり我々の、この表現活動、乗船活動、これらを妨害する大阪府警の、現れだろうと、というふうに思います。ぜひともここにおられる皆さん、水曜日、月1回です。第1水曜だ
間ありましたら7時、夕方の夜の7時から8時まで1時間です。毎月第1水曜日やっておりますので、ぜひとも参加お願いしたいと思います。で同じくあの JR 乗船に関してですけれども、明日は、辺野古全域基地を絶対作らせない大阪航路の、毎週土曜日の、大阪航路があります。これ15時半から17時までです。で、ご存知のように辺野古の、基地建設の問題も、いよいよですね、調査に入るとっていうことで、どんどん防衛局あるいは防衛省、政府安倍内閣、この辺りの、動きが活発になってですね、どんどん、辺野古基地建設に向けた、動きが、厳しくなっていると、そういう状態です。で、調査ではなくて、あの海底の掘削に対して漁協が、協議をしているというような状態が今進んでいます。でこれからですね、予想される抗議行動あるいは建設阻止行動に対しては、厳重な処罰をもって臨むような、そういう覚悟を持ってですね、その抗議行動を、基地建設阻止行動を妨害してくる、あるいはそこに弾圧をかけてくる、その会場に、入った人間は特別刑事法で、逮捕して、起訴すると、そういう動きにきっとなるだろうと、というふうに予想されます。このあたりの辺野古の動きの、についても、あのしっかりと注視して、もし可能であれば、私もそうなんですけれども、可能であれば、辺野古の現地の、放送ですね、こちらの方にも、ぜひ参加していきたいなというふうにも思っています。ぜひご協力の方、そして一緒に戦うということでお願いしたいと、思っています。で、今日、先ほどもありましたけれども、県崎公園の方で、秘密保護法、なんですか、ロックアクションが、ありますというか、もうやってます。で今、私が言いました、辺野古の基地の問題であるとか、JR の、概算弾圧の問題であるとか、これらの問題すべてですね、安倍内閣が、例えば秘密保護法を、成立させたように、そしてこれから、憲法じゃない、集団的自衛権の、ことで、例えば内閣の決議だけで、実施するんだと、憲法解釈を内閣の議決だけで変えていくんだと、そういうような動きを進めています。このいわゆるファシズム的な安倍内閣、この動きを我々が例えば原発闘争であり、辺野古の問題であり、京都のエクスバンのデータの問題であり、再稼働反対の問題であり、このような全ての闘争で安倍内閣を最終的には打倒していくんだと、そうでなければ我々の戦いを進める道はないと、という強い決意を持ってですね、安倍内閣打倒、これをはっきりと掲げながら、これからも一緒に戦っていきたいというふうに思います。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。辺野古の浜では明日はどうなるか、明後日はどうなるか、大変緊迫したその様子が伺われる手紙が来ました。来月からいよいよ暴力調査が始まるのかも分かりません。ブイが海に浮かべられて、そこから中に少しでも入った逮捕・拘留というのが現実の問題として提示されているようです。私たちに今ここで基地はいらない、エクスバンドレーダーはいらないと声を上げても、現在の安倍政権は一切聞く耳を持たない。こんな暴力的な政治がなぜまかり通るんだろうか。もっと市民が声を上げて、私たち一人一人の未来がかかっている、暮らしがかかっているというふうに、どうやったら広がるんだろうという思いだけが私の中にいつも渦巻いております。一人でも多くの方に辺野古の緊迫、そして京丹後市のあの綺麗な岬のところにエクスバンドレーダー基地ができる異様さということを知らせてください。お願いいたします。
今ドッグアクションの行動にちょっと参加してきました。雨の中いつも通りに賑やかに、ドッグアクションが行われております。11時15分に集会終わって、今回は予定の前じゃなくて県立公園になっていますので、公園の中を移動して東洋美術館ですか、あそこから7時半からでもね、西梅田公園までです。今政府は再開に向かって闇雲に発表としています。原子力規制委員会の島崎さんに書いて、原子力学会の前の会長戸田を議員に任命すると、そういう動きが始まっています。で、規制委員会がなかなか結論が出ない、審査は厳しく、そういう声が電力業界や政府から上がっている中で、その新学者として早瀬さんが規制委員会の中で、まあ言ってみれば言ってですが、まあ一応頑張っていると、でそれを一応して原子力マフィアの一員であるそなたを公認の委員にすると、そういう形で原発再稼働に向かって動いています。それで、仙台が仙台原発が2月初めにも全員会が認可するというふうに言われています。で、それについてこの関西電力の福井県にある高浜原発、ここは優先的に審査すると、で、言ってみれば仙台続いて高浜の再稼働が準備されようとしています。で、高浜はボックス燃料のボックスです。そういう意味でも絶対にこれを認めるわけにいかないと思います。5月11日に福井地裁で大井原発差し止めが認められました。で、この直ちに関西電力は控訴したというふざけたことに控訴しましたけれども、この福井地裁の判決を生かすのかどうか、それは一つ息にかかって原発反対の再稼働反対の声を大きく上げていくことしかないと思います。そういう意味で仙台について高浜を動かす、そういう言い捨てないと思います。で、現地では8月に広瀬隆さんを迎えて8月2日土曜日ですけれども、舞鶴でフックネットの主体で原発反対の集会を行います。で、3日に同じく広瀬隆さんを迎えてオバマでも準備されようとしています。オバマは中島哲也さんをはじめとするオバマ市民の会の主催というか、オバマ市民の会で行おうとしています。で、詳細はまだ港はまだ出てませんけども、また詳細が分かればお知らせしたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。で、仙台原発についてはこの前も言いましたけども、6月13日に
県議会が開かれます。で同志はこの県議会で認可すると認めるということが言われていました。そのが税委員会の認可申請が申請許可が伸びて7月になると言われている中で、まあ、6月のこの県議会で県議会が原発再稼働を認めるというのはちょっとない状況ですけども予断を許さないと思います。で認可申請を規制委員会が認めた上で、公聴会ですかを県内の3カ所で行うというふうに言われています。でそれらを受けて県議会で県議会とか仙台市議会等々で、まあ、同意すると、それを受けて政府が最終的に再稼働を許可するという段取りになると思います。それが大体9月じゃないかと言われています。今のペースでいくとね。で仙台原発で言えば6月にも さっき言いましたけれども13日の県議会で認可し同意して7月にも動かすというふうに言われていましたけれども、それが若干伸びています。期限も押し返しているということだと思います。で6月13日鹿児島では県議会大会の当日県庁法移行県議会法移行動が呼びかけられています。で全国から原発反対再稼働反対の戦う人々が鹿児島に結集しようとしています。東京では経産省セット前セット広場や再稼働阻止ネットを中心にツアーを組んで、乗り込もうとしています。で私たち関西からも6月13日に車で行く予定です。であと伊方原発に反対する部分やそういう人々が多く結集する予定です。で仙台原発を動かすの突破口に次々と再稼働を行うとしています。絶対に許すことはできません。なんとしても再稼働を持続させるためにとにかく大きく声を上げていく必要があります。で福井地裁の判決で再稼働が止まるそういう状況では残念ながらありません。で現実に関連が香川高裁に控訴したということで少なくとも福井地裁の判決が中断される状況です。しかし一審とはいえ地裁段階といえ原発の再稼働にはやってはいけないという判決が出たことは大きな意味があります。それを私たちの武器としなければならないと思います。そういう意味でますます大きな声を上げて絶対に再稼働を許さないそういう戦いを作っていく必要があると思います。関連に対する再稼働を絶対するなと、でそういう声を大きく関連に立てつけていく必要があります。それでもなおかつ再稼働に予備雲に走るならば大井原発の再稼働の時に市民がゲート前を封鎖して使われた大井沖海道火じゃない戦いを実現するんだそういう声を大きく上げていきましょう。共に頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。日本人は流れに任されたことの方が幸せと思っている人がいるかも分かりませんがそうではないということをまたここで確認したいです。お願いします。どうも皆さんどうまだ中止はしてますけどまだあ、まだこんばんはこんばんはっていうか
関西電力の皆さん、並びにご近所の皆さん、まあ、きれいごとをね、言いに来ただろうと思ってると思うけども、きれいごとを言いに来ましたね。まあ、だって、その人格権とかそういう言葉もね、もうきれいごとだと思ってるでしょ。そこが甘いですよ。そんなのね、要するに金とか力によって守られてるだけじゃないかっていうことですよ。金とか力で守られていたらね、守られるってことだったら、金とか力がないやつはどうなるんだっていう話ですよ。そんな不平等に決まってるじゃないですか。組織があってね、その中にいれば守られる。どんだけおかしなことでもできると。新しい規制委員会の人事でですね、原子力、これややこしいんですけども、原子力規制委員会にも田中という人がいて、原子力学会にも田中先生がいて、その原子力学会の田中先生が来たのにはですね、福島第一原発事故の、原子力学会の言うにはですね、事故の原因は解明されたと、すべて解明された言うとるんですよね。こんな嘘に決まってるじゃないですか。中見たのかっていう話ですよ。中見てね、これ、まあ中見れないですよ。こんな福島第一原発が中入ったらもう放射能で死んじゃいますけども、死んじゃいますけども、とりあえずまあ中に入れたとしましょう。じゃあこの辺から爆発したんだなとか、現場検証もできてないですよ。勝手に瓦礫とか溶けてね、わけわからん送電壁とか作ってね、なんかめちゃくちゃなことしてるわけですよ。まあ、だからさ、とにかくその原発を動かす動かさないの議論する前にだね、事故が起きたんだから、世界の車の企業のトヨタとかね、あんな企業だって事故が起きたらね、一応何がおかしかったかっていうのは調べるんですよ。日航ジャンボ機墜落の時だってね、まあ交通事故鉄道調査委員会とか作って、まあそれはめちゃくちゃな調査にしてもでね、一応やったわけですよ。だけど今回事故調って何個できてるんですか。政府事故調、国会事故調、民会事故調、全部言ってることは違うんですよ。しかもこの3社で共通していることは、この3社が共同で、政府の事故調は畑村先生ですね。で、国会の事故調は誰だ、黒川先生で、民間の事故調は北沢さんかな。彼ら3人が NR 元 NRC のやつこ、アメリカの原子力規制の、委員長でしたけども、彼と4人で記者会見やった。なんて言ったかって言ったら、こんな原発の事故の原因が想定外とか言ってる時点でおかしいと。ちゃんと俺たちが考えたことが反映されてないと、もう何にもできてないんですよ。何にもできてなくてね、そんな動かすとか動かさないとかの話になるか。そんな誰が考えてもおかしいでしょ。壊れた原因や何がおかしかったかっていうのは、いろんな専門家に聞いてやったのか。大体日本原電とかも原発動かさないで、日本原子力発電所っていう会社なのに、原子力動かさないで黒字なんだよ。東京電力にしてもそうだよ。ずっと国からもう5兆円以上の金をもらってる。まともに賠償の支払いもしてない。こういう会社が黒字なんだ。お前ら何で食ってんだって話だろう。原子力を動かしたら損する、原子力を止めたら損するとか損しないの話じゃないんだ。君たちは事故を起こしても何をしても黒字になるんだ。そうやって守られてるからできるわけだろう。ちょっといい加減にしろよ。原発事故を起こしたら金がもらえるなんていうシステムはな、これはもうな、勘でもおかしいと思うけども、
いつになる激しい許しとる国民市民も全部おかしいだろう。なんで事故を起こした会社がさ、お金もらってのうのうと黒字になるんだ。そんな資本主義じゃない。もう資本主義以前の話だ。資本主義の問題点を語る以前の話だ。問題を起こした会社が自分たちは頭を下げて、事故前に何が起きたかっていろんなことがあったでしょ。おぼかたさんだってスタップ細胞の論文を間違ってた、撤回するわけだ。間違ったらやめるっていうのが普通なの。この国はおかしいの。間違いを認められないで破滅したって言ったら、日本で言えば戦争がそうだったんじゃありませんか。戦争の時にね、誰だっておかしいと思ったんだよ。こんな貧しい国が無理やり戦線を拡大して勝てるわけがないと普通の大人なら思う。それは真珠湾で最初はパーンとやったけども、あれは山本五十六だって負けるって分かっててそういう作戦を組んだんだ。日本だって一緒じゃないか。今だって一緒だ。戦後70年も経って学習できないのか俺たちは、ということだ。70年経って何の学習もできないというのはもう異常だ。もう本当にこれはな、どうしたらいいかわからん。バカなのか何なのかわからん。要するに一人一人が責任を持ってないからだ。守ってもらえると思ってるからだ。みんなで仲良くして、間違ったことも間違ってないと言いくるめればいいと思ってるからだ。そんなおかしな社会で原発なんか恐ろしくて持っちゃいかん。こんなものは自分たちの間違いを認められない人間たちがそういうことをやっちゃいかん。なんで関西電力の社長は判決を関係ないみたいなことが言えるんだ。三権分立の司法を無視しておるのか。あんたら民主主義の教科書を習ったのか。とりあえず建物でもいいから裁判所の言うこと聞けよ。しばらく自重しますとかそれくらいは言えないのか。事故の前に赤福さんね、あの三重県の名物ですよ。あれが賞味期限問題で大問題になった時に、赤福さんは店舗から赤福を撤収しました。ただ賞味期限が間違っとるだけで、そんだけの話で商品を撤去するのが普通な日本だったのに、原発事故を起こして放射能を入れて大丈夫っていうふうにお国がすれば、どんだけやっても大丈夫って、それどういうことなんだよっていうことですよ。なんかね、まあそういう情けない状況だと思います。で、やっぱりしかし私たちはそんなになんか負けてはいけないというか、そのなんていうか、その僕はみっともないことが嫌だなと思ってるんです。だってね、こんなことでこう僕たちがこれからまともに生きていけるような感じがしないじゃないですか。僕たちがまともに生きていけないということは、僕は子供はいませんけども、もう未来の世代の人たちもまともに生きていけないってことですよ。そんな未来をね、タコの足みたいに食べてそれでなんとかしてるみたいな社会でね、そんな持たないでしょう。もう言ったら悪いけど、別に原発なんか、まあそれは関電は原発依存度が高いからな言うたって、それは自業自得の話だ。危ないところにいっぱい作っちゃったんだから、でちゃんと審査していけばね、そんなの逃げられないんだから。僕あのなんかこの前の仙台原発の議論でびっくりしたんだけども、薩摩仙台の市長がね、新幹線で避難すればいい言うてるんですよ。
もうなんだかわからん。もう何とでも言えるって感じだな。でね、やっぱり原発の問題っていうのはやっぱ放射能の問題もあります。さっき労働者の被爆のことをおっしゃった方もおられましたけども、本当にね、被爆についてね、いや、よくわからないことがあるっていうふうに言ってる人がいるけどね、分かったことをまず確認してからやろう。分かったことっていうのはね、被爆した人はやっぱり病気になるって話が出てるわけ、いっぱい。で、みんなそんな人が泣き寝入りしたっていう話が出てるわけ。最近 1F っていうね、F1 か、なんか漫画があってね、いや、作業員の人たちも普通なんだよとか言ってるけどね、それは作業員の人たち普通の人ですよ。それは当たり前ですよ。そういう問題じゃないっつうの。だって、あれ、この前もなんかチェックしたけど、東北電力からすら東京電力が賠償請求されてんだよ。もうだからね、もう終わってると思います、僕は。で、これ、終わってるんだけど、私たちがその、この社会を終わらせないために、最低限のことをしましょうというふうに言いたいと思います。そのためにみんな一人一人がちゃんと考えれば、僕は出る結論は決まってると思います。大人がちゃんと間違いなく考えれば、論理的に考えれば、出る答えは一つです。そんなものはいらないってことです。以上です。ありがとうございました。大変勇気の出るお話でしたけども、70年前のあの戦争、誰が責任を取りましたか。日本に民主主義なんかありません。戦前のあの体制が、まるで戦争が終わったじゃない、敗戦で変わったかのようなふりだけしたけども、何にも変わっていません。それが今のこの原発が起きて、原発の事故が起きても、政府も東電も電力会社も大きな企業も誰一人責任を取ろうとしていないんです。その結果が今の福島の悲惨です。ここを黙ってしまったらとんでもない、また間違った歴史が繰り返されます。責任を取るその大人を私たちが一人一人声を上げずして、誰も出てきません。天皇制が今あるのも責任を取らないで済むために生き延びました。それを利用した政府もアメリカもあります。私たちが今声を上げるということはこういうことではないでしょうか。責任を取らなくて済むような歴史を繰り返してはならないということを一緒に考えていきたいと思います。ありがとうございました。関西電力の皆さん、こんにちは。まあ、しばらく前にもアピールしましたけど、また同じ内容のアピールします。1948年、昭和23年に福井でマグニチュード 7.1 の地震が起こりました。震源地は福井県内です。わかりますか。ただ単に原発の大事故で関西が破滅しなかったのは、ただ単に運が良かっただけです。運が悪かったらもうとっくの昔に、私が子供の頃とかに関西は破滅してたんですよ。で、最近淡路島で、確か淡路島が震源地で、震度がマグニチュード5だったかな、起きてるんですよ。もう地震の活動期に入ってるんです。90年代に入って阪神大震災が起こりました。大体もう関西では大地震が起こらないとか適当なことを言ってる人たちがいました。地震学者の中にもそういう人たちがいましたけど、起こったんですよ。で、もう最近、去年ですか、もう淡路島が震源地で起きているんですよ。若狭湾付近は大地震が起こらないなんてのは大嘘ですよ。地震学者の人たちに騙されてはいけません。江戸時代にも大地震で10メートル級の津波が発生してるんですよ。そして福井の原発、銀座の原発は老朽化した原発がいくつもあるんです。しかも加圧水式で沸騰水式よりも地震の衝撃に弱いんです。福島第一原発の老朽化した原発は沸騰水式でした。関西電力は 3.11 以降、全国の電力会社で唯一
原発を再稼働させました。地震活動期に入った現在に再稼働させるってことがどれぐらい危険だったか、関西電力の皆さんお分かりですか。本当に今の冷温停止状態になる前に大地震が起きて、大事故が起きて、もう関西はとっくに破滅してたかもしれないんですよ。もう一度言います。1948年に福井で大地震が起きてるんです。意外と私よりもやや上の世代でも知らないっていう人が結構いて、最近ショックでした。 Facebook あたりでもそのことをコメントすると、意外と知らないっていう反応をする人が多いんです。ちなみに結構私の周囲には放射能汚染の問題とかの人が多いんです。その人たちでもそうです。正直に言ったらどうですか、意外と私と同世代の人とか私よりも下の世代の人の皆さんは知らないとかいう人いるんじゃないですか。さらに、まあ、私はまあ放射能汚染関連でちょっと活動してるんで言いますけど、今大阪府民の皆さんはの中に、尿の中で、尿の中にセシウムが検出されてる人いるんですよ。でもここからこの花く近いですよね。それで去年2月から9月まで放射性廃棄物を大量に焼却してたのはさすがに知ってるんじゃないですか。意外と大阪府民でも知らないとかいう人いますけど、それでもう結構今の時点で健康被害が現れてる可能性は高いですよ。皆さん、あの NHK のニュースで放射能防御プロジェクトっていう団体の人が結構大阪にも去年の震災瓦礫の焼却で健康被害、まあ、鼻血が出たとか風邪ひいてないのに咳してるとか、あるいは不整脈なんて症状を訴えてる人が複数います。もしかしたら関西電力の皆さんにもいるんじゃないですか。今は鼻血とか咳ぐらいで済んでても5年後10年後とかどうなってるんでしょうね。もう私自身も、私もアレルギー性鼻炎ひどかったですけど、去年花粉症の季節でもないのに、結局放射能の危険性を軽視してこんな状況になってしまったんです。分かっていますか、関西電力の皆さん。もう一回言いますよ。1948年昭和23年福井を震源地としたマグニチュード 7.1 の地震が起きてるんですよ。これで再稼働させたいとか、ちょっともう上記をしてますよ。もう今のうちにもう負けを認めて再稼働やめた方がいいですよ。これでもう結局原発が大事故を起こして関西が破滅したら、もう本当に世界史になって書かれますかね。もう日本人はもう愚かすぎて話にならないって書かれるでしょうね。しかもですね、じゃあ海外の話しましょうか。結構ね、今アメリカの西海岸沖とかでね、死んだイルカがね、海岸に打ち上げられてるそうですね。関西電力の皆さんもちょっとネットで勉強してる人があったら写真見たことあるんじゃないですか。まだそんなアメリカのローカルなニュースとか個人発信のブログとかでしか報道されてないですけど、結構なんかもう西海岸沖に住んでる人とかで甲状腺がちょっとなんか異常が出てるんじゃないかっていう人が現れてきてるんじゃないかとかいう話ですよ。言ってることが分かりますか。もうどう考えてももう日本でもう今度福井の原発が大事故を起こしたら、もう関西電力の皆さんは日本歴史上最悪の悪人にとどまらず、もう世界最悪の悪人っていう人たちも現れますよ。さらにもう日本は原発輸出してますもんね。もう本当に今のうちに負けを認めて原発やめてくださいよ。本当に、いや、やめてくださいじゃなくてやめなさいって、まあ命令系で言います。
もうそんなに今の関西電力の交代像にしがみつかなくてもいいじゃないですか。もう日本はもう半分は破滅してしまったんですよ。で、関西電力の皆さんどうしますか。お子さんは海外に留学させるから大丈夫とか言ってるんですか。でもそのお子さんが海外で生き延びようと思ったらなかなか大変だと思いますよ。海外でそうやって不利な条件で勝ち抜いて、そんな関西電力の正社員みたいなアッパーミドルのクラスの人間になるって、本当にあなた方が関西電力の正社員になるよりもハードル高いですよ。あなた方のお子さんが全員そのハードル超えられるんですかね。もういい加減に負けを認めた方がいいですよ。じゃあ最後にもう一回だけ言いますね。1948年昭和23年に福井を震源地としたマグニチュード7.1の福井大地震が起こりました。もうそのことは死んでも忘れてはいけません。あ、すみません、今思い出した。食べること1時間か2時間ぐらい思いました。溜まっていたというのは溜まって温度が高いです。大阪行動、辺野古駅を絶対作らせない大阪行動ってどうやってネットが出てきて行われますが、あそこでですね、僕らを監視している公安とか警察官とかがいっぱいいるんですけど、奴らはですね、よくスマートフォンを見ながらずっと見てるんですよね。でこいつはハブってんのかなと思ったら、よく見たら、よく考えたらですね、僕のツイキャスを監視してた、さあ、どういうことやったんですか。はい、ただ、真面目やったな。真面目じゃないんですけどね。制御部の機能は。こうやったんで、あれはハブってんじゃなくて、僕のやつを見たらしい。これはどういうことかというんですが。そういうことなんで、今これを見ている、関西電力、はい、および、日本警察、続きというわけではありませんが、この間ですね、放射廃棄物の問題で有名な熊本先生という明治学院大学の先生のお話を聞きに行きまして、その時非常に勉強になったのは、滋賀県の高島農政地区とかね、ああいうの全国化してるわけじゃないですか。千葉県とか山梨とかいろんなところでも大変になったりして見つかってるという現状があってね。で、あれはなんでなのかっていうことを熊本先生非常に明快にお話になってて、分かったのは、要するに廃棄物っていうのはマイナスの財産であると、負の財であると、つまり持ってると金かかるんだと、だから要するに不法投棄した方が安上がりなんだと、だからポイポイ捨てちゃうんだということですね。で、東京電力、それはもう事故前からそうで、で不法投棄を監視するシステムっていうのはほとんどないんですよ、日本には。というのは、日本の法律っていうのは、性善説というか、悪いことをするという前提に立って作られてないので、悪い悪徳業者が全然無視しようと思えば、不法投棄無視できちゃうんです。そういう廃棄物処理を無視できちゃうんですね。だから、ポイポイ捨てれちゃうっていうことがあって、だから、まあ、事故前から産業廃棄物とかの不法投棄というのは深刻だったんですけども、それに放射能が入ってきちゃったということになるわけです。で、皆さんもですね、ご近所で怪しげなトラックが来てですね、ザラザラとなんか捨ててたらですね、どうぞ警察などに通報したらいいと思います。滋賀県の汚染地区問題もですね、私もその近隣の住民の方とか学者の先生方とか話したんですけども、行政っていうのはまずね、不法投棄を取り締まろうとしません。彼らは不法投棄を、取り締まることが面倒くさいので、
本当に面倒くさがってるんですよ。というか、要するに参拝の業者とつるんでるんですよ、ほとんど。だから彼らが取り締まるということはなくて、だから私たちというか滋賀県の県民とかその学者の先生方が通報して、やっと滋賀県は通報したんですね。ということは市民が自発的に放射能の拡散を止めると、そのためには廃棄物だって食い物だって何だって関係なくですね、こう登記が行われ、放射能がそこに入っているということを前提に考えなきゃいけない。で、今の基準はですね、対策地域内、対策地域外、対策地域内っていうのがあるんです。福島県とかそういうところ、東北関東はですね、8000ベクレル以上も以下も一応国が特定廃棄物という形で放射能汚染廃棄物、除染廃棄物ですね、そういうものを管理してます。だけど西日本とか北海道とか九州とかですね、関西も例外ではありません。8000ベクレル以下の廃棄物っていうのは規制ない状態なんです。だから8000ベクレル以下の廃棄物というものが勝手に持ってこられる可能性が非常に高いわけです。ですから逆にこれは福島や東北や関東やそういう地域の人たちが気をつけるだけではなくて、逆に西日本の方々が放射能に汚染されたものが入ってきてないかということをしっかり住民として行政とか議会とかいろんなところとタッグを組んでやっていかないとですね、そしてそういうものをですね、結果的に国にやらせないといけないわけです。しかし国は何が嫌かと言いますと、東京電力っていうのは要するに最近もう訴訟とかで本音を出してきてます。つまりお金が払いきらん、放射能がどけたってどけられないわけですから、あれだけ広大に汚染されてしまえば。だから彼らは開き直ってしまってます。ですからそういう自分たちが出したものについて責任を取らない人たちを、これ自分たちのケツを拭けとかよく言うでしょ、そんなのってみんな大人の当たり前のことですよね。だからそういうね、別に東電だから関電だから何電だからって問題じゃないんですよ。自分たちが出したゴミが片付けられなかったら謝る、ごめんなさい、そして住めなくなった、住むのが難しい、あるいは長期的に見て被爆線量が非常に心配な方が多いと、こういう地域であればね、そんなのこれ保証するのが当たり前のことでしょう。で、これ福井地裁に次いで実は京都地裁でですね、自主避難者、福島県からの自主避難者の賠償、東電に対する賠償請求ですね、これ認められました。つまり地味な話なんですけど、福井地裁と京都地裁というのはこれ関西ですね、関西で2つの画期的な判決が出てるわけです。つまりこれは汚染者に人権侵害をした責任があると、汚染をさせた責任があるということがですね、地裁レベルで明らかになってきてるわけです。これが高裁で覆されようが、最高裁で覆されようが、そんなことは関係ありません。一回出たものを生かす、私たちがそれを生かす、司法がそういう判断を出したってことをもっと重く見なきゃいけない。法律っていうものは、法律を作ったのは国会議員ですけども、それを執行するのは行政です。だけど、法律を監視する機関がなければなりません。これが裁判所です。もちろん裁判所が日本の司法の制度というのはいろいろ欠陥があって非常に問題が大きい、なんだっけ、弾圧による不当逮捕とかそういう問題もあってですね、確かに司法っていうのは良くない、だけども心ある裁判官や市民の力で2つのこういう画期的な判決が出たということは私たちにとって力だと思いますので、落ち込んだりしないで、やっぱりいい材料が一歩でも生まれたら、それを糧に次を歩んでいけばいいなと思います。で、別にいろんな見解があったっていいんです。どんな問題についても。だけど皆さんね、やっぱり大人
なんだから、一人一人が自分の中でね、何が正義であるか、何が真実であるかっていうことをね、ちゃんと考えていけば、そんなにみんな違った答えにはならないと私は思います。以上です。日本ももっと大きな声を
もっともっと多くの人が上げ立ち上がって行動して、原発もみんなおかしいことはおかしいと声を上げて止めていくように頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。元気にしてくださってありがとうございました。今思い出したのは、九州の、反原発の戦いをされている人たち、きっと九州も今日雨だと思いますが、その宮沢賢治の雨にも同じは去年1回だけでした。今日は夏ですか？話が書いてありました。今日はまさに雨にも負けず、雷にも負けず、たくさんの人たちの応援があって、この場所で旅ができました。私たち一人一人は声を上げないとどうにもならないんです。ああもの上野さんがなぜかこれはこれは放射線との関連じゃないですよね、みたいな。この時を逃して声を上げなかったら、二度と原発はダメだということは言えません。家で何か。ですね、先ほどゼミアメリカのことでしたけどね、この前実はね、先週ですかね、31日の出発ですね、東京で日本軍ヤフコンデのね、アジア連帯会議だったり、今一個思い出した、もっと思い出したんですよ、まだ忘れた。どうしようかな、浮かんでは聞いて。それを思ったらやっぱりですね、日本というのは加害者なんですよね。アジアとかアフリカの人はね、被害者なんですよ。で最終日にね、感動的だったのは、そのね、インダー集会にですね、アフリカ、他はですね、全国で、世界でね、17カ国のね、大使とかね、全権総使とかね、印象に深かったのはね、この前の200人の女の子をね、出されたというか、ナイジェリアとかね、ナイジェリアとかね、コンゴとかね、リベリア、それから南アフリカとか、そういう国がアフリカがね、ほとんど黒人ですから、ね、引用の人も少しね、それからオランダの人も少しね、大半がやっぱりハンサンですか？ハンサンね、やっぱりそこでやばいね、なんか安倍さんはですね、今非常に大変だったのかな、僕は言い上がる特定ただ書いてないからね、集団的安全とかね、自衛権とか言ってですね、で、高にね、軍事力というか、安全力というか、積極的平和外交とか言ってますけどね、あれはね、正直言って考えてください。です、非常に構造っていうのはね、昔のね、大東共和圏、今のね、昔の、古い本にね、載ってるんですけどね、東条英機が、平気ですからね、あえてたらですね、アジアの、ね、国を眺めてですね、これ偉そうにね、東洋の平和、東亜の平和ですからね、それとね、同じことをね、これね、安倍はね、やったんですよ。言ってね、で偉そうにね、日本の皆さんの国の、ね、安全はね、日本が守られたと言ったわけですよ。それほど全くね、あの国を見たときに、その画面を見たときにね、東条英機が飲みたいな、あれ心臓の顔が黙りました。そこまでね、やっぱり、ね、デモ申請に行った時に、うん、それじゃなくてね、先ほどのね、アフリカから来た人たち、市長さん、どこもらえるわよとか、それでもね、やっぱりね、期待してるわけです。しかもね、海外の人たちがね、日本国が増えたってのはね、ちょっと痺れる。現在のね、大戦とかなんかでね、やっぱあの放射性セシウムの正しい影響がないようぐらい入れてくれる。そこのね、関係なんですよ。だからね、大丈夫だろうと言うと嫌だろう。あの、勝ったように治りませんけどね。いや、最近体重計乗るのは嫌だろう。できるだけ体重計乗りたくない。なんだか成長してきた。またね、夜中の3時に飯食ったり、酒飲まれたり、正直言ってね。それは、最近の影響は影響した。確実に脂肪と内部内臓脂肪被爆してる。あの同盟っていうのはね、11時ぐらいだったらなんか、10時とか11時ぐらいだったらなんか、アメリカが変わっただけ、繰り返しただけなんですよ。親が時間早い、だから同じことをね、飯が早い、早く食べて、なんか小腹が空いてくる。じゃあ夜中にやるピザ、早いやろピザ。ただ最初ね、プッシュやると、コマゴの代わりにですね、昨日は夜中の3時。ヒトラーが詰まったらね、全く同じことがね、こうしてるわけですよ。たこ焼き。それを考えるとね、安倍晋三の工場へ行ったんだ。いやね、小浜とね、キットが考えたらですね、本当に
全然70年か80年前のところで、今やろうとやろうとしたわけです。トフ。トフ。トフもね、僕らしっかりと持ってないとね。トフ。で、それは良かったんですよ。それは良かったんだけど。それからまた、卵丼みたいな。どうもありがとうございました。何を考えてるの？いや、俺はちょっと内部脂肪が、内臓脂肪が被爆してみてる。歯止めが効かなくなる。やっぱりメルトダウンして、メルトスルーして、メルトスルー。ポテンツィもダダ漏れみたいな。ブロックできないんだ。ブロック、ノーブロック。やっぱり総理大臣と違ってブロックできないんだ。どうも、お疲れ様です。うまいな、やっぱり。いやそういう感じなんですね。どういう感じなんですか。どういう今座談会始めてるの。ですね、いや昨日の夜中の3時ぐらいにまた例によって酒盛りしちゃったんですよ。酒盛り、すごい食ったらしい。いやまた歯止めが効かなくて、一人で。いや、はい。たこ焼きとか豆腐に何だっけ、卵丼。ですね。前の日の夜の残りなんですよ。だから、そう、夜中に降ったらあかんか。まあ、そんな内部被曝じゃなくて、内臓脂肪被曝。内臓脂肪。内臓脂肪がちょっと、あれなんですよ。そのメルトダウンしてる。なんていうか、あれなんですね。夜中だから、内部でかくなってきてる。ちょっとだから先祖にお相撲さんがいるんですよね。いや、もう関係ないですよねって。そう、食ったからお相撲さんになりたいな。そうやね。で、大正時代の人なんですよ。割と、本当にそう。いや、そうです。だから、地方相撲ですよ、もちろん。ああ、そうなんだ。だから、お相撲さん、で、お相撲さんを、そういう問題じゃないと思う。お相撲さん引退後、今度は祈祷師になった。なんで、教師？祈祷師、はい。はいはい。行っちゃった。管理人が行ってしまったよ。皆さんお疲れ様でした。うん、まだついてる。うん、まだ。夜中の3時に。ご飯はやっぱり食べないとダメですか。反省会。いやいやいや、夜中の3時にご飯を食べるのが誤ってると思う。痩せたいんだ。なんとか痩せないかな、むしろ。痩せる方法知ってますよ。あ、そうなんですか。はい、油も一切取らない。あ、僕油も大好物。一滴も取らないことです。動物性油脂かな。油脂、はい、バターとか。それはどんな油でもあかんわけ。はい、魚の油やったらいいんじゃん。はい、もうダメです。あれもダメだ。全部油抜いてみてください。あー、油っすか。はい、油です。油ぎっしり順調。油を抜くのはちょっときついものがあるなと思う。きついけれども確実に効果はあります。アフリカの人とか、サラダ油あるじゃないですか。これガーッて飲むらしい。だから、まあ、栄養とかがあれだから、やっぱり向こうの人がやっぱりそういうのに飢えてはるでしょ。なぜか痩せる。なぜか痩せる談義中です。全部入ってるんや、音声。すごい入りますよ、これ。すごい入るね。これ音声はかなり取れるんですよね、これ。だから音楽のライブとかの中継とかだと、音だけの方が逆にいいんですよ。そういう感じでして、どういう感じかわかんないですけど、さっき1個思い出したんです。もう1個思い出したんですけど、また忘れちゃったっていう。ちょっと何なんですか。なんかですね、最近物忘れがひどくてですね。そういう感じで、みんなお片付けさせていますね。そういう形で、僕もちょっとお片付け賛成するような気がしますんで、もうそろそろちょっと、ちょっと持ってきられますね、ちょっと。それじゃあ、そういうわけで、どうも、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。そういうわけで、皆さんどうもありがとうございます。突然終わります。ダイエット宣言で終わります。いやー、ちょっと無理ってっぽいですね、事実上。いきなり、あれですね、脱脂肪には脱原発じゃなくて脱脂肪。まあそういう自宅からここまで歩いて帰る。いや、しんどいじゃないですか。割合近いね。いやいや、もう大丈夫ですよ。まあそういう感じなんで。向こう名古屋。今日ノースイートノーやらん。
水戸のミュージックは今日お休みでした。どうも。確か今日夜つきやってんじゃないですか。今日は水戸のミュージックなんちゃらの日じゃなかった。何時発で。いや多分来週ですよ。来週ですか。あ、そういうことです。ということですね。何も聞いてないですけど、東京の方が中止ってなってますけど、まあそういうわけで雨の市民道筋というところで、昔あの仕事で市民道筋で荷物運ばれてるときに雨が降るとみんな店の人に雨の御堂筋ですって言って、まだ流してんの。まあはい、まあそういうわけでどうも。そういうわけで、そういうわけで、はい、どうもありがとうございます。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。あ、思い出したんです。あ、なんです、思い出したんです。なんだこの最近メイト、アンパンマン動画をずっと見てたんが、アンパンマンのおもちゃなんですけど、の紹介する男の人がすごくいい声やったと。そうそう、はい、今日ね、はい、午後来る前に予定はしようって来たんやけど、はい、なんかのイベントで市役所横いっぱいテントあって、仮設の中飲食店みたいなの出してるんやけど、足元監視するやつじゃなくて、原発は焼却、瓦礫焼却反対のテントは通行の邪魔になるとか言うて腹せんのに、あのテントはええんかって、すごいなんか怒りが湧いてきて、ダブルスタンダード。そうなんですよ。だからもう端から端まで聞いてる、まさに橋本ダブルスタンドダード、だから大阪駅の前のパフォーマンスの人らが突然辺野古の基地を作らせないって思い切り逮捕されるのと同じでして、もうこれ言うことちゃうんですよね。機会あった、ある人は見に行ってください。もう与田橋の市役所を端から端まで大きい点がいっぱい立ってます。もうインチキですからね、もう本当にそういう感じなんで。あ、最近あそこにいる猫を見なくなっちゃったんです、黒い猫。あ、いいよ、います、いてたよ、いてます、うん、2匹か3匹ぐらいいるらしい。そう、なんでこんなアットホームな中継なんだ。いや、この前はなんか猫か、この前はなんか全然関係ない、テレビ電話になってましたから、ね、面白くてテレビ電話になって、いや、この前業務連絡ばっかりしちゃった。アンパンマンのおもちゃのお話で、市役所用のテントが向かう、あれはがれき、あ、そうなんですよ、そう、皆さんまとめていただいてですね、あれそういう感じでして、あ、そういうわけで、どういうわけなのか、ダンちゃん、これをまとめにして終わり。アンパンマンの最近動画ばっかり見てた、2日ぐらい、ほんならもう、アンパンマン、もうなかなか深いなっていう、そんな感じがしました。でもあれの曲ずっとあれ朝からバンバン見てて、なんかクワクワしてきてたんですね。アンパンマンの動画、アンパン、しかも実写のアンパンマン見てたんです。人間実写のアンパンマン、アンパンマンショーとかあるじゃないですか。あれを YouTube にアップロードしてる人がいるんですよ。それずっと見てたんですよ、ね、アンパンマンのだから声の出演とかちゃんと声優さんがやってるんですが、だからアクションとかはだからアンパンマンの着ぐるみして、東京のアイドルタレントの反原発のあの子とかかかってないやつ、名前に入った人、藤波心さん、あの子は関係ないです。あれはアンパンマンじゃないです。あれはなんかヒーローモデルなんかやってますよね。タヌキさんが胴体がちょっとアンパンマン化してるので、アンパンマン、アンパンマン、あれでもアンパンマンの皮は食べれるっていう、ちょっとあげてください。まあね、食パンマン顔食べさせるのはいいけど、ちょっと握手会だけはちょっとね、ちょっとまずい。あ、握手あれ有料なんですか。ちょっとアンパンマンにちょっと握手会の危機が迫ってるんじゃないかと気になって。え、な、握手会、AKB のあるとこ、あれは推進者ってやつですね。そう、推進者、そうそう、教えてくれ。あれはあかんわ、あれなんか原発反対のつもりでやってるけど、なんか知らん人見たら原発推進してるようなしか見えへんわ。まあそう、知らん人がね。知らん人が。モンジュクの中の人は誰なんかな。モンジュク、僕の知り合いでスナムさんという人が、名前言うてんか。そう、もうフェイスブックで流してくれる。モンジュくん、モンジュなんとか言って、反対のやつをキャロルのファンキーモンキーベンビーの替え歌で歌ってるの動画出してるんで、面白いんでまた見てください。はい。めちゃくちゃもう面白いです。もうモンジュとかもめちゃくちゃけなしまくった、面白いと思います。自分で自分をけなしてるんです。モンジュ、現代のモンジュ君ですね。モンジュ君の声の出演は誰なんかなって考えたんですか。イベントとかで着ぐるみ着てて喋ってる人は、あの人多分出てこない。まだ出てこない。はい。お疲れ様です。
すみません、出てこないんで終わります。どうもありがとうございました。どうも、キリがないんです。じゃあそういうわけでご失礼いたします。